憧れの湖畔キャンプ場に来ています。湖畔で僕の中では一番映えるテントだと思って、はい、そうなんだ。そう、おお、かっこいい。あれ、これなんかぶつかりそうですね、私たち。ゆりのいきなりキャンプデビュー。ゆりのいきなりキャンプデビュー、モデルの今野ゆりです。スタイリストの山田です。来ましたね、憧れの湖畔キャンプ場に来ています。よかったですね、ようやく来れて。すごい天気がいいですね。いや、久々に晴れた。もうずっと雨だったんですね。ずっと基本雨だったからね。山田さんもこれ元栖湖ですよね。元栖湖です。めっちゃ綺麗。綺麗ですね。一番綺麗って言われてるんで、富士五湖の中で。そうなんだ、はい、だってすごい下まで見えますよね。あの、透明度がすごい高いです。気持ちいい。気持ちいいですね。最高です ね。めちゃくちゃいいですね。ね、青空とこの湖、うん、ね、はい、取れた。でも、ね、どこに富士山があるんですか。そう、今日はね、ちょっと雲が出てて、うん、なんで、まあ今日は見えないと思うんですよ。え、もう見えない、これ無理。多分ね、午後の方が雲厚くなるんで、まあ明日の朝一期待で、はい、え、結構やっぱ富士山見れるのって奇跡。いや、そんなことないですよ。あ、そっか、夏なんで、夏はどうしても雲が多いんで、うん、はい、なるほど。そうなんです。じゃあ夜に期待ですね。そうですね、はいはい、今日はですね、はい、早速また今野さんのテント設営を、テント設営、はい、してもらおうかなと思って、はい、今日ちょっと難しいんで、また新しいタイプのテント。全然違うタイプ。はい、はい、それをやっていきましょう。頑張ります。はい、お願いします。お願いします。山田さん、今日はどんなテントですか。今日はですね、はい、もう、まあ、ノースフェイスのジオドーム4っていうテントで、はい、球体です。球体、球体だから、今まで本当に立てたことないような形、丸いテント。へえ、ちょっと想像つかないと思うんですけど、うん、湖畔で僕の中では一番映えるテントだと思ってる、はい、え、そうなんだ。そう、湖畔といえばもう楽しみ。それはちょっとね、ここが斜面なので、はい、それだけあの難しいんですけど、うんうん、まあまあ立てた時はもうめっちゃ綺麗に、テントが映えるんで、へえ、はい、結構なんか前に立てたテントよりだいぶ大きい気がします、うん、そうですね、まあ4人用なんですけど、はい、フライシート入って、うんうんうん、フレーム入って、インナー入って、まあこれぐらいですかね。へえ、うん、まあでも難しい、難しそう。そう、難しいんで、ちょっと今日は、はい、僕もちょっと手伝いながら一緒にやってくれますか、はいはい、多分絶対分かんないと思うんで。分かんないと思います、はい、大丈夫です。教えてください。はい、はい、お願いします。今回は、はい、フライシートをつけないでインナーテントだけ設営します。へえ、はい、まあ、本当は貼った方がいいんですけど、なんかインナーがね、可愛いんですよ、うん、へえ、違うんだ形。ね、一緒なんですけど、うん、これ真っ黄色でフライシートが、うんうん、インナーは白なんですよ。あ、そうだからね、湖畔に、なるほどね、このジオドームの白のインナーテントだけ立てるっていうのは僕がやってみたいだけです。お、はい、なるほど、じゃあやってみましょう。すいません、フライシートなしでね。なしでやりましょう。じゃあちょっと出しますね。はい、お、素晴らしい。大事ですよ、そういう積極性。はい、手伝います。助手、助手。俺が手伝うんじゃん。あ、そう、今日は山田さんがやってくれて、ね、ちょっとこれは今日は置いといて。すごい重い。この中にポール？ポール？ポールです。ポールは入ってます？ポールじゃなくてフレームですね。あ、今日はポールじゃないのか。はい、もう広げちゃってください。いいですか？はい。ここに？うん。その辺に一回広げて、でちょっと湖畔の方に貼れるかも見たいので、はい。一回広げます。まずサイズチェック。はい。おお、かっこいい。そうだ。こういうことだね。で、この黒い方がボトムですね。ボトム？床？床。はい。この黒が。はいはいはい。はい、グロメットがついた、これをなるべくこう。うんうん、はい、これ何ですか？何の位置？これね、フレームが入るんで、こうやって、はいはいはい、ちょっと見せるように広げていく。まずはフレームがこれ5本。はい。メインが5本あります。5本。これをひたすら入れていく。1、2、3、4。あ、これが5本あるんですね。これがね、1本。これ5本あります。うん、はい。入れていく時の注意点なんですけど。うん、最初にこれ組み立てないでください。なんで入れながら組み立てる。あ、オッケーオッケー。で、ここは確実にはまるように。はい。で、もし一回入れたら絶対引っ張る。うん、押すだけ。押すだけ。なんでかっていうと、ここがこうなっちゃうんですよ、簡単に。ああ、なるほど。だからこのまま設定すると、はい、ここで折れちゃいます。うんうん、ポキッと、うん。なんで絶対引っ張る。了解です。引っ張るとしたら、はい、入りづらいじゃないですか、多分。だから。
スリーブを引っ張る、うんうん、ながら押す。はい、スリーブを引っ張る、それがすごい注意点です。で、こうやって組み立てながら徐々に入れていく。はい、さあ入れてきます。おお、面白い。ん、待って待って、意外に入んないんだ。入った。あれ、これなんかぶつかりそうですね、私たち。あ、同じところに入れてる。あ、これ一本、僕の方が入ってるんで、今野さん抜いてもらって。気をつけて。すいません、すいません。じゃあ私こことか、そことか。オッケー。僕じゃそこに入れないようにする。このテントでだいたい何分ぐらいかかるんですか、普通。これ慣れないと30分ぐらいかかるんじゃないですかね。あー、そっか。慣れちゃえば早いと思う。1人でやったらもっとかかる。これね、メーカー推奨は2人設営です、はい、あ、そうなんだ、はい、なのでできるだけ2人で設営してくださいっていうテント。うーん、これで5本目。お待ちしてます。はい。確かにこれ、あのメーカーが言う通り2人いた方がやりやすいですね。そうですね、うん、あのこう行ったり来たりしなきゃいけないもんね。そうですね。どうですか、見えてきた、見えてきた。疲れた。立てるの難しそう、上に。立ち上げですね。そこだけね、立ち上げがね、はい、グロメットに差し込んでいくんですよ、うんうん、で、先にグロメット。そうです。このどっちもここに入れます、うん、え、どっちも入れるんだ、はい、なんで私なんか手伝いますか。こっちはまず押して、手前、ここどっちでもいいんですか。どっちでも。で、もう一個を押して、うん、ここ、2個目。はい、今野さん、じゃあここ押さえててもらっていいですか。ここを出ない、あの、こんな感じで、はい。じゃあ僕も立ち上げながらやっちゃいますよ。はい、お願いします、はい、フレーム差し込むときはここスリーブをちょっと引っ張りながら差し込んでいきます。こういう感じで。うわー、すごい。私はこのままいいんですよね。そこはちょっと力抜いてもらって大丈夫です。結構めっちゃ難しいじゃないですか。スリーブを引っ張りながら差し込む。よいしょ。はい、持ち上げてもらって、ちょっと立ち上がりましたね。ですね。大きそう。さあ、山田さん、今日のファッションは。今日はですね、憧れのコーアに来たってことで、はい、浮かれた格好です。そのままだいぶ浮かれてますね、このもうネオンカラーの、ネオンカラーが効いて。そう、このショーツがメインで、はい、あとはまあちょっと水濡れても大丈夫な素材なんで、水遊びもそのままできちゃうよと。あ、なるほどね、はい、確かに結構水浴び入ってる人多いですもん ね。そのままだからもう今日ザブンしてもらって。ザブンしてか。大丈夫なんで。あとこのちょっと帽子もね、近藤さんリクエストでバケットハット、はい、ちょっとキャンパーっぽいですか、うん、どうですか。キャンパーっぽいと思う。キャンパーっぽい、うん、はい、かわいいです今日も、うん、男の人は好きなんじゃないですか。あ、そうなんですか。好きなの。本当。女の子っぽいし、うんうん、アウトドアっぽいし、まあ多分なんか燃えてる人結構います。本当ですか。います、います、間違いない。よかったね、みんなもほらうなずいて。うん、よし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 。はい、じゃあ一回押します。もうちょい押せます。はいよ。あ、出た。出た。じゃあこのままこっち入れちゃいます。これがね、またちょっと抜けちゃってる気がする。もうどこだ。そんなことない。あ、え、どこだろう。こっちは抜けてないですね。ほんと。じゃあ大丈夫か。あ、抜けてんのこれ。これね、どこ行きます。私こいつ、あ、じゃあ違う、引っ張ろうか。あ、じゃあコモさん押してもらおうか、うんうん。で、フレームが押してるんですけど全然動かないです。フレームがね、抜け、うん、いいよいいよ。はい、どんどん。いや、もっとなんかどんどん。はい、どんどん。お、なんか意外にスムーズにいきます。はい、ストップ。おお、できた。形はできたっすね。さっきの横にの短いやつ、ここに
じゅんぐり入れていく。じゅんぐり。じゅんぐりじゅんぐり。よし。なかなか難しいですか。難しいですよ、これなんか重い。じゃあ僕がこっちでガイドしましょうか。はい、そこで、ね、次の。うん。はい。いいよ、押して。はい、どん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 。はい。はい、はい、どんどん。いける？いきます。うん。はい、なんかだいぶできたんじゃないですかこれ。もうね、どう、ほぼほぼ完成でございます。完成、はい、いやまだやることあるんで。あ、やることある、はい、すごーい、大きくないですか。めちゃめちゃなんとか無事立ちましたね。はい、はい、なんであとはこのフックをかける作業と最後ペグダウン。はい、お、じゃあもうあと終盤ですね。そうです。じゃあフックかけちゃいます。かわいい形。まずはフックから。そうです、かけてきます。でフックかけるとね、うん、ピンと張ってもっと綺麗な形になるんで。なるほど、はい、結構硬いですね。お、山田さんが早いからあんまりない、やるところは。 OK。 したらテクダウンしましょう。お、なんか変わった形。これがね、通常なんですよ、実は。え、そうなの。うん、よくコテントにミニマムでついてるのがこれ。はい、いいじゃん、上手くなってきた。今までのペグとちょっと比べるとやりづらいと思います。ね、どう、いいでしょう。いい、うん、終わり。終わり、完成です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れました。疲れました。なんか、どうですか、やっぱテントによって全然違うんですね。ね、どうですか。いや、めっちゃ可愛いです。初めて見ました私、こういうの、この形結構珍しいんじゃないですか、この。そうですね、最近ちょろっとあるんですけど、うん、まあ可愛いですよね。可愛い。湖畔といえばもう僕の中ではこれ。そうなんだ。僕はね、僕はですけど。あとね、まあ、フレームの交差点がめちゃくちゃ多いんですよ、はい、そうですね、結構こう入り乱れてた、うん、でしょ。でも交差点が多いってことは、はい、テントがすごい強いってことなんで。あ、確かに確かに。そう、強度が上がってるんで、湖畔で風が強くても大丈夫。はい、はい、なんか結構天井も高くて、ね、立てられそうですもんね、うん、立てられそうですもんね。まあ2名以上ですね、体感しましたね。はい、2人以上は必要ですね。そうですね、はい、これ寝れるんですよね。4名まで寝れます。うえ、はい、すごい、はい、かわいい。ちょっと夜とかも楽しみですね。ね、中にライト入れて光らせようかなと思って、うんうん、まあ夜今日あるんで、はい、楽しみです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。サップ、うん、いいですね。初でしょ、キャンプとね、うん、初めてやります。やったことないでしょ。じゃあ太田さんどうぞ。はい、お願いします。あ、こんにちは。初めまして。よろしく。落ちないですかね。大丈夫かな。それは魂次第です。魂次第です。やばいやばい。じゃあ行ってきます。